この筆箱とこの中身、マジで気に入って愛用してます。はい、どうも皆さんこんにちは、森です。ということでね、本日は少し投稿までに間が空いてしまって申し訳ないんですが、筆箱紹介をやっていこうかなと思っております。今回紹介していくのはこちらのリヒトラブのコンパクトペンケースの筆箱の中身の紹介をしていこうかなと思っております。いつもよりね、少し長い動画になってしまうかもしれないんですが、ぜひ最後まで楽しんで見ていただけたらなと思います。それと今回のこの筆箱の中身は、僕が好きなマイナログさんという方がいるんですけれども、そちらの方の動画の中身を参考にさせて作った中身となっておりますので、この動画の説明欄の方にマイナログさんのチャンネルのリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひマイナログさんの動画を見てみてください。僕の中身とね、比べてみてはいかがでしょうか。ということで筆箱紹介、レッツゴー。それでは今から早速筆箱紹介やっていくんですが、まずは今回使っていく筆箱の紹介からしていこうかなと思います。今回使っていく筆箱はこちらのリヒトラブのコンパクトペンケースでございます。お値段は900円プラス消費税でございます。名前にある通り、この薄さ見てください。この薄さ、これも中身入ってるんですけれども、中身が入っていてもこんなに薄くて、かなり名前の通りね、コンパクトに抑えられている筆箱なんじゃないかなと思っております。この筆箱の外側の素材は撥水加工がされた生地ということで、簡単に言いますと、雨などで少し筆箱が濡れてしまった時でも水を弾いてくれるので、染み込まずに中の文房具を守れるといったような生地となっております。先ほども言いましたが、かなりコンパクトに抑えられているので、学生さんなら学校、そして社会人の方であれば職場などでもかなり使いやすい筆箱なのではないかなと思っております。ですが一つ欠点がありまして、このファスナーをこのように開けていきますと、このように開けるようになっています。ですがこの開いた時にちょっと机のスペースを使うかなというのがあるので、そこはちょっと欠点かなというふうに思っております。ですがそれ以外の作りはかなりしっかりしていて、いい作りになっているのではないかなというふうに思うので、かなり個人的に評価は高い筆箱となっております。この筆箱はね、僕もかなり気に入って使っていますので、気になった方はぜひ買ってみてください。それではお待たせしました。筆箱の紹介も終わったということで、これから中身について紹介していこうかなと思います。それでは早速こちらの筆箱の中身の紹介をしていこうかなと思います。まずはこの入っている景色を見ていこうかなと思います。はい、ということで次回予告のショート動画でもこの中身をちらっと見せたんですけれども、こんな感じで作ってみました。どういうテーマでこの中身を作ってみたかって言いますと、まあ見れば大体わかるんじゃないでしょうか。そうです、皆さん正解です。黒統一です。マイナログさんの中身では色の統一感があって、とてもかっこいいなというふうに感じたので、僕も一色に統一した中身を作ってみようかなということで、こんな感じの中身を作ってみました。この筆箱の中身もね、とてもしっかりとした作りで、文房具に優しい中身となっているなっていうふうに感じました。そういう面からこの筆箱をとても気に入って愛用しています。ちなみになんですが、こちらの筆箱は自宅用として作ってみました。先ほども言った通り、このように広げておいておくと机の範囲をかなり取ってしまうなというふうに思ったので、家の机ならね、広げたって別にどうってことないなということで、完全自宅用として中身を考えて作ってみました。それでは早速右側の筆記具ではなく左側の方から紹介していこうかなというふうに思います。それでは楽しんで見ていってください。ではまず消しゴムから順番に紹介していこうかなと思います。今回筆箱の中に入れている消しゴムはこちらのトンボのモノプラスチックイレーサーでございます。ということで、汚れに強いブラックボディと書いているんですが、こちらは大きいサイズにはなってしまうんですが、あのかの有名なモノ消しゴムの黒いバージョンの消しゴムでございます。まあこちらのね、モノの消しゴムを使っている人はかなり多いんじゃないかというふうに思っているんですが、とても消し心地がいいですし、消しくずもいい感じにまとまってくれるいい消しゴムだなというふうに思いますので、まだ使ったことがないよっていう方はぜひ買ってみてください。これはかなりおすすめです。では続いて定規について見ていこうかなと思います。今回使っている定規は
こちらの無印良品の両面メモリの定規15センチでございます。こちらは無印良品で買える定規となっていまして、かなりお手頃な価格で購入することができますし、両面メモリということで、こちらの面は左から0センチ、右側が15センチ、そしてこちらをくるっと1回転すると、あら不思議、右が0になりました。はい、こんな感じでくる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 ってやっていくと、メモリの向きが変わるよということで、お手頃価格でありながらかなり使い勝手のいい定規なんじゃないかなというふうに思っております。こちらね、無印良品に行った際、気になった方は買ってみてください。それでは続いて、今回筆箱に入れている新ケースについて見ていこうかなと思います。今回筆箱の中に入れている新ケースはこちらのユニのクルトガの写真でございます。ということで、こちらの写真はよくあるこのような四角い形の写真ではなく、このように筒状になった、かなりコンパクトになった写真となっております。名前はクルトガとなっていますが、クルトガ専用の写真というわけではありません。普通にどのようなシャーペンにも対応して使える写真なので、もし心配している方がいればご安心ください。この芯は滑らかに描けて、個人的には好きな写真となっておりますので、おすすめします。気になった人はぜひ買ってみてください。それでは今左側に入れていた筆記具以外の文房具を紹介してきたので、続いて左側に入れている筆記具について見ていこうかなと思います。まず単色ボールペンですね。今回入れているボールペンについて見ていきます。今回筆箱に入れているボールペンはこちらのペンテルのカルムでございます。ということで、こちらね、ちょっと久しぶりに登場したボールペンなんですが、以前はこちらのね、テスト勉強用の筆箱の中身紹介という動画で出たきり、久しぶりに登場してきました。こちらは割と最近ペンテルの方から出てきたボールペンなんですが、このボールペンの一つの特徴として取り上げられるのがこちらのグリップですね。このボールペンのグリップはカバ調のロンググリップというのが使われていまして、近くで見ていくとこんな風に、少し見づらいかもしれないんですが、革のような模様といいますか、柄といいますか、そんなような模様が入っているグリップとなっていて、こちらのグリップは他のボールペンのラバーのグリップの長さに比べかなり長くなっているということがわかるでしょうか。上の白いボールペンがユニボール1、下がカルムなんですが、比べていくとこんな感じでかなり長さが変わっています。カルムはここまでグリップがあるのに比べ、ユニボール1はここだけということで、従来のボールペンと比べかなりのロンググリップの作りとなっております。続いてもう一つの特徴はノック時の音ですね。どういうことかと言いますと、またまた登場、ユニボール1ではノックをする時の音がこのような感じでかなり音が鳴ってしまいます。それに比べてカルムをノックしてみると、聞こえたでしょうか。このような感じでカルムは従来のボールペンと比べノック音がかなり抑えられています。この静けさは癖になりますね。ついついノックしてしまいそうな、書きたいこともないのについノックしてしまいそうな、そんな病みつきのノック感となっております。このような特徴を持つカルムのボールペンはインクもかなり素晴らしいです。かなり滑らかに筆記することができますし、発色も十分いいと思いますので、普段使いや勉強など社会人の方でも使いやすいいいボールペンなんじゃないかなと思っております。気になった方はぜひお近くの文房具店などに寄って探して購入してみてください。では左側ラストになりました。ちらっと見ているこの謎の黒い物体を見ていきましょう。こちらですね、この謎の黒い物体は一体何なのか、それは裏返すと分かる人は一瞬で分かります。それではせーの、はい、そうです、こちらはパイロットの S20 でございます。ということで、この謎の黒い物体に入っていたのはこちらの S20 でした。ということで、お前こんなん入れたら黒統一じゃないやないかっていうね、まあ、ツッコミが聞こえたんですけれども、許してください。どうしても切っても切り離せない存在なんで、このね、黒い一本差しのペンケースみたいなものがあったので、こちらの中に入れてこの S20 を無理やり入れたという感じでございます。こちらのシャーペンは黒統一と言いながらも、どうしても入れたくて入れてしまうほど、とても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 めちゃくちゃ最高な
シャーペンとなっております。これはですね、僕が持ってるシャーペンの中で、まあ全然持ってはないんですけど、僕が持ってるシャーペンの中で間違いなく一番の紙シャーペンだと僕は思ってます。これはね、サイアンド高校入学決定ですね。おめでとうございます。こちらのシャーペン本当におすすめなので、ぜひ買ってみてほしいなと思います。まあ値段が2000円ということでかなり高いシャーペンではあるんですが、2000円以上の価値があると僕は思います。あくまで僕の意見ですが、十分2000円の価値はあるシャーペンだと思います。ぜひ買ってみてください。はい、ということで今左側の文房具の紹介が全て終わりました。ここまで見てくれた方ありがとうございます。中身紹介後半戦ですね。最後まで楽しんでみていてください。それではやっていきましょう。では続いて右側の文房具について見ていこうかなと思います。まず一つ目はこちらのペンテルのクリックイレーサー4プロでございます。ということでね、あれお前筆記具以外のやつ入ってんじゃねえか、おらっしゃーっていう人がね、まあ約3名ぐらいに当たる気がしたんですけれども、すいません、完全に忘れてました。こちらはピンポイント消しゴムということで、この薄さを見てもらったらわかるんですけど、これかなり薄いですよね、本当に。指で潰せちゃうぜってぐらいの薄さの感じしてるんですけど、まあ実際潰せたらね、耐久力なさすぎるということで、それはないんですが、そのぐらいかなり細くて、スタイリッシュで、とてもいいピンポイント消しゴムじゃないかなと思います。で、消しゴムの出し方なんですが、この灰色の部分を左側に押し込んでやると、消しゴムがニョキッと出てくる感じですね。消しゴムはとにかく薄いです。で、こんな感じで消していくといった感じの使い方になるんですけれども、この消しゴムのいい点が、間違った時に細かいところまで綺麗に消せるといった特徴があります。ピンポイント消しゴムということで、その名の通りピンポイントな位置を消すことができるといった消しゴムとなっております。消し心地はとてもいいですし、本当に細かく消すことができるので、このピンポイント消しゴムはおすすめします。それでは皆さんお待ちかねの黒統一のシャーペンの方を見ていきましょう。1本目はこちらのユニのクルトガアドバンスアップグレードモデルの 0.3mm ブラックでございます。ということで、こちらは前の動画でこのシャーペン単体の動画を出したんですが、こちらのシャーペン本当に書きやすくて、このシャーペンのおかげで僕はねクルトガ好きになったんじゃないかっていうぐらい本当に書きやすいシャーペンで、マジで皆さんおすすめです。こちらは割と最近新しく出た通常色のブラック、そして新しく出た 0.3mm ということで、僕はですね細い神経が好きで、シャーペンでも 0.5mm というよりは 0.3mm の方が好きなタイプな人なんですが、これはね想像の5倍ぐらい書きやすかったです。マジで最高です。おすすめです。続いて右側に入れている筆記具2本目見ていきましょう。2本目はこちらのペンテルのオレンズネロ 0.5mm でございます。ということで、こちらはですね一言で言います、かっこいい最高のシャーペンということで、こちらはなんと3000円もするシャーペンなんですが、簡単に言いますね。こちらのシャーペンは自動芯出し機構という機構が搭載されたシャーペンでして、どういうことかと言いますと、簡単に言うとノックをしてパイプが出てくると、でこの状態で筆記をしていくと文字が書けます。でその文字を書いている間に芯が勝手に出てくれるという、まあなんとも画期的な機構なんですが、そんな機構を持ったオレンズネロは本当に書きやすいですし、ストレスなく筆記することができるいいシャーペンだなというふうに僕は思いますので、3000円とかなり高額とはなっておりますが、気になった方はぜひ購入してみてください。それでは続いてシャーペン3本目見ていきましょう。3本目はこちらのペンテルのグラフセン4プロ 0.5mm でございます。ということで、こちらはですね少し細めな軸となっているんですが、グリップがラバーグリップという風になっていて、少しボコボコした感じでがっしりと握ることができて、とても書きやすい、本当にびっくりするぐらい書きやすくて、かつ書き味もそこそこいい、とても万能なシャーペンなんじゃないかなと思います。学生さんから社会人の方限らず、幅広い年代の方たちにおすすめできるとてもいいシャーペンかなと思います。僕はあまり 0.5mm は好きではないと先ほど言ったのですが、 0.3mm を使いすぎて 0.5mm の感覚を失ってしまった時に、その感覚を取り戻す時などに主に使っているシャーペンですね。どういう使い方やねんと思った方がね、まあ、ほとんどだと思うんですが、まあいろんな時に役立って使っているとてもいいシャーペンかなと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございます。ついにラストです。ラスト見ていきましょう。この筆箱の中身、ラストは
こちらのユニのピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 でございます。ということでラストは多機能ペンですね。こちらの多機能ペンを入れております。黒統一ということで、この軸の黒本当にかっこよすぎてマジで終わりです。はい、終わりました。そしてこのグリップ見てください。木が使われてますね。僕の大好きな木ですね。はい、おそらく文房具に使われる素材でどんなものよりも好きなんじゃないかなと思っております。今のところは僕はね、木が使われた文房具が一番好きです。この多機能ペンはかの有名なジェットストリームの多機能ペンなんですが、こちらはね少し高級モデルとなっていて、先ほども言った通りグリップ部分に木が使われていて、とてもおしゃれでかっこいい多機能ペンかなと思います。何かね長く使っていけて、かつかっこよくて使いやすい多機能ペンが欲しいなって考えている方に、このピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 はドストライクすぎるぐらいぶっ刺さる商品だと思っておりますので、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。お値段は2000円と少し高めですが、このクオリティだったら十分かなと思います。まあ高いには変わりはありません。ですがこれは超おすすめです。はい、ということでついに中身紹介が終わりました。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。では最後、こちらの筆箱に中身を入れて終わりましょう。それでは中身を入れていきましょう。はい、ということでこんな感じで中身入れてみました。いかがでしょうか。動画の冒頭でも説明した通り、黒統一の中身にしてみたんですけれども、これが本当にかっこいいですね。いやー、これは本当にこの中身作ってよかったなっていう風に思いましたね。これは完全自宅用のお筆箱となっているんですが、マジで学校でも使いたいぐらいとてもお気に入りの中身となっております。まあ学校で使えばいいじゃないかって思ってる方がねいると思うんですけれども、やっぱ広げた時に机の範囲をかなり使ってしまうのが嫌なので、これは自宅用として使っていこうかなという風に思っております。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。